前野くんどんな夢見んの？僕ですか？僕、これ前ラジオでネタにしたことありますけど、うん、僕、未だに駐車場でフリーザと戦う夢とか見ますよ。あ、駐車場でフリーザと戦う夢。あ、見る見る。見るかそんなの。大体見ねえよ、そんなの。見ますよ、たまに。見ねえよ。たまに見ますよ。なんで駐車場で戦ってんだよ。なんとなく、そういうのと、そういう夢もたまに見たりしますね。似たような感じかな、じゃあ、セコナールさん。いや、それなんで見るの？いや、やっぱり。戦いたいの？いや、なんかそのね、寝る前とかにドラゴンボールとか読んでから寝たりすると、うん、やっぱり潜在意識なのかどうかわかんないですけど、うん、そういうフリーザとか。でもさ、実際じゃあ戦っていいよって言われたら、はいはい、いたら、はい、フリーザ様が、はい、いいよって言ったら戦うの？戦えないですよ。53万ですよ、戦闘力。それは無理ですよ。前野くんどのぐらいなの？おだって普通の一般市民が5ですから、地球人は。うん、前野くんどのぐらいなの？俺はまあ、強く見積もって10。そうか、10対50万はな。話にならない。話にならないね。話にならない。でも倍の強さあんだ。まあ、初めて知ったよ、前の。冗談ですよ。単純。冗談です。まあだから、解決方法ない、なんか。いや、だからいいことを考えるしかないですよ。だから悪いことしかない、悪いことも確かに起きますよ。うん、普段ね。起きますな。だけど、それは誰にもあることなんですよ。その人それぞれの悪いことかもしれないですけども、うんうん、だから全部クリアすることはできないかもしれないけど、はい、それ以上に同じぐらいいいことが絶対あるはずなんですよ。でもなんか夢って結構意味があるらしいですね。例えば自分がなんか死んじゃう夢とかは、こういう意味があるっていう。そうそうそう、いい、いいとか、ね、悪いことなんじゃないらしいですからね。そう、悪い、そう、悪いのがいいっていう場合もあるんでね。うんうん、そうなんですよね。俺ずっとね、はい、あった一個だけずっと見続けるのが、もう20年以上見てる。え？俺ね、パーマント。はいはい。パーマンのマントをつけてビルから飛ぶんだけど、はいはい、落ちるの、そのまま。飛べないんだ。飛べねえの。で、裏切られた感満載なの。それで、だから、夢で、はい、実際寝てて、夢でも、もうだから意識が朦朧として落ちてるから。あ、なるほど。で、眠くなって、俺2回寝てんだよね。もう何層にも寝てんだ、俺。夢の中でも寝てる。もうすごいですよ。そんなに怖い夢。それはひどいですね。それはもう、だって、いやは自殺みたいな感じですもんね。駐車場でフリーザーと戦うのと嫌なもんですよ。そうですね。はい。はい。同心忘れないということです。はい。